はい、87番長寿寺来ました。お、立派なお寺。こっちかな。今日はちょっと娘の家へ寄るということで、近くの87番からスタートということですが、今日この1箇所行って、明日は88番、86番というふうに回りたいと思います。これからお風呂行ってくるよ、こみちゃん。ちょっと留守番しとってね。今日は刈谷のハイウェイオアシスで、車中泊です。まあ、ここはもう10回目ぐらいの車中泊になるんで慣れたものですが、こちらの観覧車今光っていますが、こちらの下でお風呂へこれから入ってきます。今日寒いね、割と。ああ、考えちゃうね。今日この前来た時よりは車が少ないな。やばい、ゴールデンウィークの前やでかな。まあ時間帯か。誰か乗っとれ。88番円通寺へ来ました。86番観音寺。85番清水寺。84番源入寺。何？何？
83番弥勒寺。はい、小麦ちゃんはちょっと日陰の車の中でお留守番。立派な木があるわ、うん、何の木よこれ。本当やな。82番寛福寺。81番龍蔵寺。80番聖光院。クスの木やな。79番妙楽寺。
78番福生寺。酒もらっといてよ。73番聖法院。お母さん来るで行って、おいおい、お父さんと行って。75番誕生堂。74番密言寺。76番如意寺。77番浄蓮寺。